パイナップル化は単子用植物のとが、アナナス化ともいい、学名そのままに、ブロメリア化ともいう。パイナップルや干渉用のアナナス類など、60属千4 0 0種ほどを含む。アフリカ西部にも、わずかに分布するが、ほとんどがアメリカ大陸、西インド諸島の熱帯、亜熱帯の原産、砂漠から森林まで分布する。歯から水分を吸収して、乾燥に耐えるように進化した種が、 多く、やや多肉化したものもある。花は、額、花弁が、各3枚、おしべが6本あり、根元に土がある。長い茎の先に果樹をつける。多くが木に着生して生活しており、葉の根元が重なり合って、雨水を溜めることができる。ブロッキニア族の2種とカトプシス族の1種は、そこに落ちた虫を栄養源とする食中植物である。またチランジア族などには霧。 色から水分を吸収しているものがある。パイナップルが果物として重要。アナナス類は花や葉を干渉するために観葉植物として栽培される。パイナップル化の植物が生成するタンパク質分解酵素であるブロメラインが料理や医療において利用されることがある。クロンキスト体系では単独でパイナップル目としているが、新しいエペジー植物分類体系では稲目に入れている。 ありがとうございます。